でもまあ苦しかったというのが本音ですね。まあうまくいったのは最初だけで、うん、9月のことがどうしてもね浮かんでしまうので、まあ悔しかったなと思います。でもやっぱ苦しい時も楽しい時もね、やっぱり、まあ、できれば元気よくやるっていうのが理想ですし、まあどういう気持ちでいても打席に入るのは必ず入らなきゃいけないと思いますので、まああのはい、極力モチベーションを上げて、頑張りましたけど、まああのはい、これが仕事なので、ね、これから先もまたそれを全うしたいなと思います。はい、やっぱり大声がねどうしてもまだ出せませんが、まあ、どうしてもねホームランとか打つとね出ちゃうと思いますので、そういうのは嬉しく思いますし、まあ、できればねやっぱり、応援歌とかそういうのも早く、復活してもらえればより、嬉しいので、まあ、それを早く願うばかりですけど、まあ、でもとりあえず、過去2年、ね、コロナになってからお客さんいっぱい入るようになりましたし、まあ、楽しかったです。本当にありがとうございます。はい、本当に1年間ありがとうございました。来年もですね、元気よくやりますんで、皆さん元気よく応援してもらえれば、嬉しいと思います。来年ね、もういつも言いますけど本当に優勝すると本当楽しいのでね、優勝ってかなりいいものですので、また優勝したいなと思います。頑張ります。ありがとうございました。